マリサだぜ。マックとバーガーキングが互いに煽り合っているってのは知ってるよね。知ってるぜ、CM でもバチバチなんだろ。でも、1日だけマックとバーキンがコラボする爆レア企画があったんだよ。あ、あのマックとバーキンがか。ゆっくりワールドグルメ。時は5年前。2015年の8月26日。ニューヨークタイムズに一つの広告が掲載されたんだ。広告なんだけど、オープンレターとしても作られたんだよ。内容を一言でまとめると。マックとバーガーキングで一つのコラボバーガーを作りませんか？あ、あのマックとバーキンが手を組むのか？あんだけ煽り合ってた会社同士が組むなんてかなりビッグなイベントになるんだぜ。そうだね。その手紙の内容がこちら。おはようございます〇〇さん。私たちは敵ではありませんし、平和を愛する心は同じですよね。これまで私たちの間には色々とありましたが、このハンバーガー戦争を一旦休戦にしませんか？ピースワンデイは、9月21日の世界平和デイを世界に広めるために活動している非営利団体です。世界の人々に国際平和デイのことをより知ってもらうために、バーガーキングとマクドナルドの1回限りのコラボレーションをここに提案します。マジかよ。1日限定で、ビッグマックとワッパーの美味しいところを組み合わせて、美味しさと平和を愛する心に満ちたハンバーガー、マックワッパー、を作りませんか？という内容だね。あのマックとバーキンの戦いってバーガー戦争って言うんだな。そのバーガー戦争を休戦。しかも世界平和のため。もう少し教えてくれ。まず、国際平和デーとは、国連が定める平和の日だよ。非暴力と世界の停戦の日として、敵対行為の停止を世界の国々と人々に呼びかける日だよ。1981年に始まってから毎年祝われていて、現在は毎年の9月21日と決められているよ。そして、ピースワンデイは、その世界平和デイの存在を広く知らせるために活動する非営利団体だね。国際平和デイである9月21日限定で、マックとバーキンのコラボバーガーを売り出して、その売り上げをピースワンデイに全額寄付しよう、国際平和デイをもっとみんなに知ってもらおう、という目的のもとに発案されたのがこのマックワッパーなんだね。なるほどな。もっとハンバーガーを売りたい？何がスーパーサイズミーじゃ。とかいう感じのぶっぱなし企画ではないんだな。なんか安心したぜ。だよね。マックとバーキンが手を組んで悪魔的バーガーを作るぜ。って感じの企画をちょっと期待しちゃうけどね。さて、クイズだよ。利益ではなく世界平和を目的としたこの企画。しかもバーガー戦争の休戦まで要請したこの企画。マックとバーキン、どっちが持ちかけた企画でしょうか？正解は、バーガーキング発案の企画だよ。これマジ、なんか意外なんだぜ。マックの方が慈善事業に力を入れてるイメージがあったんだが。そうだよね。マックは病院に入院する子供とその家族のための宿泊施設である、ドナルド・マクドナルドハウスを設置したりしているからね。バーキンが世界平和のためにマックとのバーガー戦争を一時休止しませんか、とお願いしているんだね。あんだけ煽っていたのにな。バーキンの副社長も、今回だけはこの提案を真面目に受け取ってほしいのです。もしマクドナルドが同意したらすごいことになります。一緒に歴史を作りましょう。国際平和デーを大々的にアピールしましょう。もし彼らがノーと言っても、必要とされる財政的支援と意識を育てることができれば幸いです。そしてどちらも努力する価値があるのです。とコメントしているよ。かなり真面目な計画なんだな。このマックワッパーがその日の Twitter と Facebook でのトレンドで1位。もちろんニュース番組でも取り上げられるほど話題になったね。そしてバーキンは新聞に続いてホームページを開設し、動画も公開。動画がこちらだよ。バーキンはこのバーガー戦争の休戦を申し出ます。マックと共に国際平和デーを応援するためです。そしてマックワーパーを作ります。その方法や場所、理由を説明します。世界の二大チェーンである我々には、物事を変えられる大きな影響力があります。マックの企業理念の一つに、世界を良くするために自社のリソースを利用する、という項目がありますよね。世界平和デーをもっと知ってもらうために募金箱も設置していますが、影響力は限られています。しかしこのマックワッパーには非常に強い影響力があります。こんにちは、ピースワンデーのジェレミー・ミリーです。私はこのマックワッパープロジェクトに感動しています。
大きなスケールの活動は、人々がこの日を認識するきっかけになります。認識が大きくなればそれは行動に変わり、行動すれば命を救えるのです。マクドナルドさんもぜひこの活動に参加してください。バーキンだけではこの活動はできません。そこで私たちは、アトランタに1日限定のお店をオープンします。従業員のユニフォームも、ハンバーガーの包みもすでに考えてあります。お互いにベストを尽くしましょう。このビーフは、我々のビーフで終わらせましょう。世界平和デーは9月21日です。だよ。ものすごくしっかり丁寧に作られた動画だな。ハンバーガーだけじゃなくて、お店の位置やユニフォームまで考えているんだな。バーキンの本気度がわかるよね。ピースワンデー創設者のジェレミーさんまで登場。バーキンがちょっとした思いつきで立ち上げた企画じゃないってことがわかるよね。ホームページには画像もいっぱい載せられていたよ。まずはこれ。マックへのメッセージだね。私たちの正体は予想外かもしれませんが、我々は 100% 誠実です。バーガーキングはマクドナルドと協力して2015年9月21日、マックワッパーを共に販売して、国際平和デーについて語りたいと思っています。もちろんこの計画はあなたも参加しなければ成功はしません。この計画を実現させるために、より詳細な説明を載せたホームページを開設しました。かなり丁寧な説明もしているんだな。あの挑発的な態度はどこに行ったんだぜ。動画内でも言っていた計画のさらに詳しい説明がされているよ。まずはアトランタにお店を開くと言っていたよね。なんでアトランタなんだ？なぜアトランタかというと、マックの本社があるシカゴとバーキン本社があるマイアミの中間地点がアトランタなんだよね。しかも地理的に中間点であるだけじゃなくて、実際にマックとバーキンの店舗の間にある駐車場にお店を開くというんだよ。今回のバーキンはめちゃくちゃ優しいな。戦う気なんて1ミリも感じないんだぜ。さらに、そのお店の外観や、クルーのユニフォームのデザイン、ハンバーガーを入れる箱と持ち帰り袋のデザインもすでに考えているんだよね。随分進んじゃってるなこれ。そして一番大事なものといえば、マックワッパーの中身だよね。そうだぜ、ビッグマックは2段だけどワッパーは1段だよな。しかもソースも大きさも違うんだぜ。どうするんだぜ。マックワッパーは、ビッグマックとワッパーのいいとこ取りをしたハンバーガー。ビッグマックとワッパーに使う食材を組み合わせて作るんだよ。完成予想図がこちら。あ、ビッグマックと同じでパンが3枚使われているぜ。ワッパーからは、下のバンズ、トマト玉ねぎピクルスケチャップ、そしてワッパーの炭火焼きビーフパテ1枚を使うよ。ビッグマックからは、上と真ん中のバンズ2枚、チーズレタス、ビッグマックのビーフパテ1枚。そしてあのビッグマックソースを合わせて作るよ。これもうアベンジャーズだろ。あの美味しいワッパーの直火焼きビーフパテに、伝説と化したビッグマックソースが合わさるなんて、絶対にうまい。だよね、ハンバーガー好きにとってはたまらないだろうね。ただし、フライドポテトはどっちから出すかはまだ決まっていないんだよ。これは、ね、まああっちでしょ。そして最後に、こういった文章が載っているよ。マックワッパーのレシピはあくまでも予定なので、もちろんマック側からの意見も聞き入れて最終決定します。この提案のすべてには議論の余地があります。名前からパッケージのデザインまで一緒に議論しましょう。変更が効かないのはその日付だけです。さあ話し合いましょう。今すぐに。かっこいいぜ。かっこいいんだぜバーキンさん。そういえばマックはどうしてるんだぜ。マックの対応が一番大事なんだぜ。そうだよね。バーキンは続いて、バーガー戦争を終わらせよう、のハッシュタグをつけて Facebook に投稿したよ。その1時間後、マクドナルドが Facebook で返事したよ。どうなったんだ。それがこちら。バーガーキング様。その意図は素晴らしいと思います。ですが、私たち2大ブランドなら、それぞれの違いを示すためにもっと大きなことができる技です。私たちは世界中でその認識を高めることを約束します。グローバルで有意義な取り組みならバーキンさんもきっと参加されますよね。確かに我々の間には競争が存在しています。それは認めます。ですが、そのバーガー戦争は単なる友好的なビジネスの世界での競争です。本物の戦争の苦しみや痛み、と同様に捉えるべきではありません。これからもぜひ連絡を取り合いましょう。マクドナルド CEO、スティーブ・イースターブルック。PS、今度は普通に電話してください。あわわ。はっきりではないけどやんわりと誘いを断ったんだね。
せっかくバーキンがバーガー戦争を一旦やめようと手を差し伸べてきたのに。マックはその手を払いのけて、バーガー戦争を続けることにしたんだよね。おいおいマックさん。SNS でもマックにがっかりしたという声もちらほら。マックは臆病だな。マックは腰抜けだな。牛じゃなくてチキン野郎だろ。これもうマックチキンだろ。マックはチキン、はっきりわかんだね。そういえばなんでマックはこの企画を断ったんだ。ちゃんとした理由は語られていないんだけど、この企画はマックとバーキンが共同で立ち上げたものじゃなくて、バーキンが単体で一から作り上げた企画だから、マックが参加しても主導権を握るのはバーキンになる。結局はバーキンの宣伝にしかならないから、という意見があったよ。そういう考えもあるのか。チャリティー企画としてはいいんだろうけど、ライバル企業が持ってきた企画にはそう簡単には乗れないよな。断ったのは確かだけど、だからといって、マックは悪、と考えるのは違うのかもね。合同でやるなら一から一緒に作っていかないと不公平になるもんな。結局マックワッパーが製品化されることはなかったよ。残念だな、ハンバーガーファンにも世界平和にも優しい企画だったんだがな。しかしこれでは終わらないのだ。多くのハンバーガーファンが独自で再現したマックワッパーを SNS に投稿したんだよ。優しい世界だな。作ろうと思えば作れるからね。そういや日本でもやろうと思えばできるな。また、9月のとある調査によると、国際平和デーの認識率がアメリカ国内で 40% アップ、世界で 16% アップしたという調査結果が出たんだよ。マックワッパーは実現されなかったけど、国際平和デーを人々に知ってもらうという目標は達成できたと言えるんだな。バーキンの努力は無駄じゃなかったね。でもマックワッパーは食べてみたいって人も多かっただろうな。だよね、しかし。この騒動から数日後、あのファミレスチェーンのデニーズがとある動画を公開するよ。あのデニーズが。と。バーガーキングさんこんにちは。マックは断りましたが、デニーズは協力しますよ。バーキンさんのワッパーと、うちのスラムバーガーを合体させませんか。こんな感じになるんですけどどうですか。だよ。マックに代わってデニーズが出てくるのか。たまげたなー。バーキンが実現できなかった企画を、違う企業が手伝って実現させようとしているんだね。すると、デニーズ以外にも大きなチェーンから小さな地元の店まで、様々な飲食店からバーキンに連絡が来たそうだよ。バーキン大人気だな。そして9月3日、バーキンがとある発表をするよ。4社の飲食チェーンと共同開発してハンバーガーを作ります。すげえ。バーキンに協力した企業は、ファミレスのデニーズ、ブラジリアンファストフードのジラファス、バーガーチェーンのウェイバックバーガーズ、そしてアトランタに拠点を置くクリスタルの4社だよ。アトランタの地元の企業まで企画に参加してくれるのか。作るハンバーガーの名前はピースデイバーガー。マックワッパーと同じで各企業の食材を集めて一つにしたハンバーガーだよ。具材は上からバンズ、ソース、ベーコン、レタス、パストラミ、チーズ、オニオン、パテ2枚、トマト、ピクルス。結構豪華なバーガーだな。マックワッパーを作るには、ビッグマックとワッパーの2つを買えば再現できたけど、このピースデイバーガーだと合計でハンバーガーを5つも買わないといけないね。店舗も近くにあるとは限らないから、かなり貴重なんだぜ。そして9月21日の国際平和デイ。アトランタにあるマックとバーキンに挟まれた駐車場に、1日限定のポップアップストアがオープン。やっと実現できたのか。クルーが各企業から集まり、お店の旗も立てられたよ。ピースデイバーガーの実物がこれ。これはうまそう。彩りもいいし厚みもあるし、特別感があるな。平和を示す青色の箱もかっこいいよね。お店は11時から18時まで、限定1500食が完売。やったぜ。そういえばこんな手間がかかったハンバーガー、いくらするんだぜ。値段はなんと無料。ハンバーガーは無料で配布して、5つの企業が共同でピースワンデーに寄付したんだよ。ハエスっぽい話だな。この日の販売をもって、このマックワッパー騒動は終わりだよ。マックとバーキンが手を組むなんて大きな話題になったけど、マックが思ってた何十倍もあっさりと切り捨てちゃったんだよね。でもバーキンを応援する多くの企業のおかげでハンバーガーを出せたし、結果的に国際平和デーの知名度もぐんと上がったよね。この話だけ見るとマックは完全に悪役でしかないな。あのマックとはいえ大企業同士が絡んだ企画だったし、いきなりすぎる話だったし、多少はね。
一時は挫折して壊滅的な状態の計画だったのに、多くの仲間が助けてくれて最終的には目標を達成したんだな。これもう半分エンドゲームだろ。エンドゲームか。エンドゲームだぜ。